常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。武力による現状変更、リアルタイムでね行われております。日本に対しても来てますよ、尖閣ね。はい、尖閣チャイナは海上警察でね、ここは俺の領土だってパトロールしてますみたいなね、まあそういうあの演技というかね、芝居をやってるんですけど、まあ日本からふざけんなっつってね言ってますけど、まあ海の上で言い争いになってるみたいなね、あの動画がね、あのテレビなんかでも公開されてましたよね。石垣市の市長がね、あの尖閣を訪れて、でどれぐらいそのね崖が風化してるとか見に行ったところにね、チャイナの船がうちの領土だから来んなとか言って近づいてくるのをね、海上保安庁の船がバーンブロックするみたいなね、まあこんなのご覧になった方いらっしゃると思うんですけど、海の上だけじゃなくてね、空でもこういうのが出てきたということで、今日読売新聞の記事がバズってるんですよ。はい、どんな記事かというとね、こういうヘッドラインです。中国の無人機、日本領空に迫る飛行が急増、防衛省幹部、近年は毎日のように確認ということでね、この防衛省幹部っていうね、このキーワードと中国の無人機っていうね、このね2つが、まあ、バズってました。まあ中国の無人機っていうのはね、まあ、ロシアに提供されるんじゃないかっていう方でもバズってるんですけど、まあ、日本にも来てるということで、最近は毎日のように来てるということでね、困ったもんだということです。でね、この記事によるとですね、2013年から、航空自衛隊がですね、この無人機に対してスクランブル15回かけたらしいんですよね。はい。で、そのうちですね、15回のですね、2013年から10年間ですよ。無人機に対しては15回スクランブルかけたんですが、そのうちですね、8回、ね、12回、15回のうち、ごめんなさい、15回のうち12回だ、8回じゃねえや、15回のうち12回はですね、なんと、2021年8月以降と、いうことで、もうここ最近めっちゃ無人機飛ばしてきてるということです。あの、もちろんあれですよ。無人機だって確認して、スクランブルしないパターンもあるんですよ。ただレーダーで追っかけるだけでね、スクランブルしないパターンもあるんですけど、スクランブルで、まあ、出たのは15回あって、ね、うち12回はですね、おととしですね、おととしの8月以降と、いうことで、記事によるとですね、これはですね、台湾有事を念頭に置いた動きと見られ、日本は、領空侵犯時の武器使用基準を緩和するなど、対策強化に乗り出したということです。で、ちょっと記事読むとですね、防衛省のね、まあ、話としてですね、空自のスクランブルは飛行ルートを分析し、領空侵犯の恐れがある場合に実施される。東シナ海上空での中国無人機の飛行は近年毎日のように確認されているのが実情だとね、まあ、毎日確認してるんですけど、まあ、領空侵犯しなそうだなと思ったら行かないんですよ。で、これやべえな、来るなって時はもう緊急発進して、お前出てけっていうのは、まあことを言うんですよね。まあ、無人機相手に言ってもまあしょうがないんですけど、ね、まあもし領空侵犯したら撃ち落とすみたいな対応にまあ今後はなるのかもしれないんですけど、まあそんな感じです。で、実際にですね、領空侵犯は1回あったそうです。これまああのね、あの今日これがまあバズってるわけですけど、沖縄県の尖閣上空に2017年5月、中国海警局のものとも、見られる無人機が侵入したということです。領海ね、まあいいんですよ。通過しても。あの、無害通行ってやつやれば別に通過してもいいんですよ。でもその無害通行っていうのはさ、国旗を掲げてまっすぐね、でも何もしませんってってこう通るのが無害通行であって、こういうドローンね、飛ばしたりとかするのは無害通行にならないんですよ。で、チャイナの海警局がね、この2017年に、まあ、小型の無人機飛ばしたって、これもう完全に有害通行なんで、飛ばしてるこのね、まあ、船、まあ、領海入ったかどうかわかんないですけど、この船もま、とんでもねえし、ね、その、まあ、領空入っちゃったこの無人機もね、撃ち落とされても文句言えないみたいなものだったんですよね。はい。で、まあ、こういうのが最近すごい増えていると、いうことです。で、やっぱりね、このね、台湾有事を想定して、軍事演習を強化したのが2021年の夏以降らしいんです。で、ここからですね、まあ、チャイナのね、そのまあ無人機の飛ばし方、様相がね変わったんです。まあ2017年はだからね、まあ、事故っつったら言い過ぎかもしれないですけど、まあ海警局なんでね、チャイナのね、まあその兵隊というかその職員が、まあ、間違って日本の領海気づかずに入れちゃった可能性もある。まあ10分ぐらいしか確かいなかったらしいですからね。まあ言われて慌てて逃げたみたいな感じかもしれないですけど、2021年以降はですね、意識的にね、この防空識別圏入ってくるし、ね、もう場合によってはこう領空侵犯しそうな勢いでもう毎日ガシガシ来てると。いう状況になったのは一昨年からだということです。で、このね、記事によるとですね、こう書いてあります。様相が変わったのが中国、変わったのは中国が台湾有事を想定した軍事演習を強化した21年夏だ。同年8月や22年7、8月には攻撃型の TB001 が東シナ海から、沖縄県宮古島と沖縄本島の間、の、宮古海峡を通り太平洋に出る動きを見せたと、今年の1月には高高度を長期、滞在する偵察機 WZ7 ですね、の太平洋進出も初めて確認されたと。まあこれグローバルホークのパクリの、飛行機だと思うんですけど、まあこれが
が通っていると、いうことです。まあいろいろ調べてるわけですよね。まあチャイナとしてはですね、もうアメリカ軍からね、もうこんなもんねえって言われた A2AD をまあやりたいみたいなんですよね。接近阻止領域拒否というねやつなんですけど、まあこれできないですよ、できないんですけど、まあこれを強化するためにねやるということで、まあいろいろ威嚇をしていると。でちなみにですね TB001 というのはですね、ミサイル攻撃などのですね演習を行っているらしいですね。米艦船なんかを見て、でこうロックオンする練習みたいなことをやってる。本当とんでもねえなと、いうことなんですが、まあこういうのが常態化していると、いうことです。でそんな中ですね、あの日本のじゃあ無人機開発はどうなんだということでね、皆さん大変ご心配だと思うんですが、ちょっと古い記事なんですけどね、ネットちょっと掘ってみたらいろいろ出てきました。はい、まずですね、これはあれですかね、去年ですね、去年の12月23日の記事です。あのみんな大好き朝日新聞の記事なんですけど、まあこれはそんな間違ってないんで一応引用するとね、自衛隊が導入を検討する無人機、トルコが、ウクライナが使ったトルコ製機種もということで、あのバイラクタルね、はい、あれをまあ入れるんじゃないかというまあ記事です。政府が23日に閣議決定した防衛省の2023年度当初予算案に関連し、同省は来年度に、試験導入を考えている無人機の機種の一部を明らかにしたと。ウクライナが、戦場に投入しロシアを苦しめたとされる攻撃型無人機、などを、挙げており、部隊で実証する考えだということで、これあれですよね、バイラクタル TB2 というやつでね、まああの初戦においてね、まあ、割と活躍したと言われてるんですが、ただこれもね本当に活躍できるかどうかよくわかんないですけどね、うん、あの要はその制空権というかそのね、取ってる時じゃんね、あやばやばやばい、ちょっと人来ちゃった、すいません、あの動画撮ってるんで適当に入ってきてください、すいません、今ちょっと勝間塾の皆さんが来てしまいましたハプニング行きましたけれども、ということで、バイラクタル TB2 ね、これをまあ導入するんじゃないかと。まあただ活躍できるかどうかね分かんないですね。いろいろそのチャイナはほら電子妨害的なこともやってくるしさ、あとはそのレーダーもね、あのウクライナみたいにほらお互いにこのね、あの対空火器がちょっと微妙なところでね、あの戦ってるみたいなとはまたちょっと違うので、まあこれは活躍できるかどうか分かりませんが、とりあえずバイラクタル TB2、これを、検討していると。でさらにですね、グローバルホークのようなですね、まああの偵察用の無人機ですね、これをまあなんか独自開発するのではないかということで、時事通信の記事が出てます。あの日本は、無人機プレデター&リーパーというのの解説にね、自衛隊が、無人機の、利用を始めていると。2004年に、プログラミングによる自動飛行が可能な偵察用ヘリコプターを導入していると。で、イラクの派遣した部隊にはこれが実は、あの、使われていたということですね。あの、八重地の夜の警戒などに使ったらしいです。それから、あと、グローバルホークの採用が決まりかけたが、結局、国産品を独自開発することになったと、いうふうに、この、まあ、時事通信の記事には書いてるんですけどね。まあ、日本の、だから自衛隊ね、まだ、その、無人機の運用ね、ちょっと遅れてるんじゃないかみたいなこと言われてるんですが、まあ、ここ一気にですね、防衛力の増強のね、流れの中で、まあ、巻き戻そうとしていると、いうことです。まあ、あの、この辺ね、あの、まあ、無人機同士の戦いとか言うともうほとんどあのアニメサイコパスみたいなね世界になってくるんですけれども、もうだんだんね世の中ね、まあ人がまあ割と希少資源ですから、人が死なないようにね無人機同士が戦うみたいなね、なんかあのスターウォーズクローン対戦じゃないですけれども、まあそんな時代になりつつあるのかなということです。で話をちょっとチャイナの無人機戻しますけれども、これね去年のね11月30日の記事なんですが、中英社オンラインの記事ね、尖閣緊迫、また中国の無人機だ、航空自衛隊嘲笑う挑発飛行、中国軍の真の目的とはという記事があるんですよね。はい、でねこの記事曰くですね、何をやってるかということなんですが、まあ基本的にその無人機でね自衛隊を消耗させようという意図もあるんですけどね、これによるとね無人機のセールスに利用してるじゃないかとね、チャイナほらあの武器商人いますからね。でその今回のまあその11月のね、去年のね無人機飛来については、中国広東省で11月8日から13日まで中国政府が主催する2年ぶりの国際宇宙博覧会が開かれていたことも関係あるかもしれないと。この博覧会は国内外の軍関係者やサプライヤーが集うことで知られ、中国自慢の第5世代ステルス戦闘機 J20 などによる編隊飛行などが披露されて、世界の注目を集めた。この場で中国がひときわ熱心に売り込みをかけたのが新型無人機だ。ラインナップも豊富で、例えばアメリカの無人機 MQ-1 グレイイーグルとほぼ同等の性能を持つとされる、翼竜 1E です、 1E ですね、は高度1万メートル飛行し、その滞空時間は35から45時間、航続距離も7500キロメートルを誇ると。システムも大幅に向上し、自律飛行の精度が高まり、 AI による目標の識別、機能も持つと。
また偵察と攻撃を兼ね備える翼竜3は、最大、積載量ね、ペイロードが2300キロもあり、機体に9個の様々なミサイルを、積むことができるといったですね、まあ、こういうのがあるわけですよ。はい。で、これの宣伝のためにですね、日本を出しに使ったんじゃねえかっていうのが、去年の11月にね、飛来したこの無人機らしいです。まあ今ちょっとこの記事を見ましたけど、なかなかの性能ですね、チャイナの無人機ね。まあアメリカのまあ無人機もまあすごい性能なんですけど、果たして日本で、ね、今から開発して間に合うかどうかっていうところは、ちょっとね、不安にもなりますね。まあ同盟国のですね、無人機使わせてもらうのも、まあ手ですよね。まああのトルコのバイラクタルとかね、それからまああのアメリカ製のね、まあプレデターとか、ね、それからまあグローバルホークみたいなのありますけど、まあさすがにグローバルホークまでの性能必要かどうかっていう問題もありますよね。私あの昔イスラエルね行ってね、今から8年前かな、無人機の展示会とかも見てきたんですけど、ヘルメスっていうね、まあ、イスラエル製の無人機があって、これもともとグローバルホークのなんかあの元になった、まあ、グローバルホークがこれパクったんじゃねえかって言われてるやつなんですよね。で高度はね確かね3000メートルぐらい、今もっと飛ぶかもしれないですけど、あのグローバルホークみたいにもう1万何千メートルってそんな高高度飛ばなくてもこれぐらいで十分でしょうと、カメラの性能全部同じですよみたいなね売り込みをあのイスラエル の兵器産業の方からかけられたんですけど、まあいろんなねものがもう出てます。あの自衛隊がですね、まあ自衛隊というか日本がね、自分の手を自分で縛るようなその専守防衛とかね、なんかその必要最小限とかいうようなですね、軍工学でね、もなんか国内でわちわちやってるうちにですね、もう海外はですね、もう現実を見てね、まあいろんなこうまあ兵器の開発、まあ人が死なないようにね、無人機の開発みたいなものがどんどん進んでいると、まあこういう中でですね、まあチャイナの無人機がね、実際にこの脅威になってきたというところが、まあ非常に大きな問題で、まあ今日ね、騒ぎになってますけど、尖閣にいたじゃないかとかね、今来てんじゃないかと、毎日来てんじゃないかと、騒ぎになってますけど、まあずっと前からそうなんですよ、2021年の夏からね、もう彼ら本気ですから。ね、習近平も、3回目のね、チャイナのね、トップになった理由も、台湾攻撃しますからと、台湾取りますからということでなってるわけでね、向こうさんもそれなりに本気だということをね、忘れてはいけないなというふうに思いました。はい、ということでですね、日々ね、民間防衛、皆さん頑張っていきましょう。今日の内容、面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!